はい、こんにちは。今回はね、久々の動画でね、商品紹介となります。今回の商品紹介は、鍵盤ですね。では開封したいと思います。すごいっすね、ちょっと大きさが。縦が、お、いただきました。こちらですね、はい、はい、開封。こちらでございます。いろんなね、機能がついておりますと。で、こうなっております。白はこうなっててね。で、これは端子がですね、ん、何これ、このオーディオアウトプットみたいな端子とミリ端子と USB 端子、そして、こちらには何もございませんと。で、押した感じですけども、なんか新生タッチですよね、やっぱ。まあ使ってみないとこれは分かんないかな。同封物ですけども、なんだこれ、まあ、説明書と、バンドルソフトウェア、そのソフト申請とかがついてくるやつですね。今現在使ってるものがこちらです。こちらですね、このマイクロ Q61 ってやつなんですけどもね、ちょっとしつけが汚いんですが、こちらはね、歪んでまして、落とした衝撃で歪んでしまいまして、これをね、つないでおりますと、あとこの中にコインが入っちゃって取れなくなってるというですね。はい、これもね、なかなかいいもんなんだけども、つまみじったりしたいからね、早速じゃあ導入したいと思います。見てみましょうか。ですね、まずはこのつまみなんですけどもね、つまみを使ってみましょう。で、これはできます。みたいにね、微調整できてね、作るんですけども、次は、コードスケールっていう機能ですね。どっちはね、こっちにしよう。ミスった。みたいな。次はタッチスケールで、スケールを選ぶ。じゃあマイナスブルースで、なんだっけ、ディミッシュ忘れたな。ドミカム、わかんねえな。CODIM。わかんねえな。で、メジャーペンタ。マイナーペンタ。変わんない気がすんな。まあいいや。で、で、コントロール、さっきやったように、こうやっていじるんだけど、あ、今選択してるんだね、こっちだからだ。じゃあ、これにこれ突っ込んで、カットオフにこれ突っ込んで、レゾナンスをこっちにして、そうすると、あとリバーブをここに。OK、やろう。ちょっとやるよ。
みたいなね感じですね。まあ遠目なわけですけども、デビューですけども、まあね、シンセサイザーのタッチが好きな人はこれ買うといいんじゃないかなみたいな、うんね、投げやりたけど、まあマイクロキー61よりはいいと、でも大きいと、まあ、場所考えてやればいいんじゃないかなって思います。はい、じゃあねー。